お願いします。ありがとうございます。じゃあ早速質問を出ます、はい、よろしければ質問をいただきます。すいません、民放代表カメラチーム、民放代表カメラチームの前にしやすいことします。大丈夫、はい、あ、はい、そんな顔するのを助けて代表お願いします。 TBS 市澤です。今回の都議選では立憲とか共産がですね、選挙区調整という形で、お互い候補を立てたり立てなかったりということで、事実上の選挙協力をやりました。で今回令和はそれに選挙区調整には入らなかったと思うんですけども、これが次の衆院選での選挙協力にどう影響するか、その点はいかがでしょうか。 ありがとうございます。全く関係ない話だと思います。選挙協力をしなければならないのは、議席が少ない選挙区ですね。当然そこは調整しなければ、食い合いになってしまうという考えから調整されたんでしょう。一方でこのような私たちが、現在立てているような選挙区は大選挙区ですので、そこは関係ないです。すべての政党が立ってますので、そこにおいて調整はしようがありません。ということは、都議選の選挙協力 と、衆院選の選挙協力は全く話が別ということで。というよりも、その前提としての条件が全く違うってことですね。どうして選挙協力するんですかっていう話に関しては、彼らは、議席が少ない、もともとのそのそれぞれの選挙区の議席が少ないところで被らないようにどちらかが引いたりっていう作業をやってるだけですね。一方で私たちが立てている選挙区っていうのは大選挙区で全ての政党が立っているところなので、そこにおいて、選挙区調整っていうのは普通は行わないってことだと思います。ありがとうございます。すみません、スポーツ新聞高柳と申します。よろしくお願いします。先ほど候補者ご本人の方からですね、足立区は令和がそれほど知られていないという、ご自身の感想なのかもしれないですけどおっしゃられてましたけど、その今回その3人の公認候補者を立てている場所が、先ほど その大選挙区ということもあるかと思いますが、先々の、衆院選に向けてですね、前哨戦という考え方もあるかもしれませんが、この選挙区を、選んだというか、そういったところ の意図というか、戦略でしょうか。そういったことをちょっとお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうちょっと上がりますか。すいません。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、何やったかな。はいはい、オッケー。もうちょっと上げてもらえますか。足立区を選んだ理由ですね。足立区だけでなく他の、はい、ありがとうございます。私たち今回都議会議員選挙に関しては東京都内で3つ、選挙区候補者を立てています。世田谷と、そして杉並、ここ足立です。で、世田谷、杉並に関しましては、これまで私たち令和新選組および山本太郎が選挙をしたときに、やはり、たくさんの票をいただいたということですね。支持という部分が厚いところで、一方で足立ということを考えますと、現在は、これまでいただいた得票を考えても、今回は、チャレンジングというような形になると思います。これまでいただいた令和新選組もしくは山本太郎という得票を考えると、その得票数では足立区で私たち都議会議員議席を得ることはそのままでは難しいけれども、どうしてそこに出すのかってことなんですけど、この23区の中でも足立区をはじめとする、東京都の東部はですね、やはり所得格差が大きいということです。この所得格差を埋めるというのは東京都の仕事でもあり、もちろん国の仕事でもあるんですが、東京都の主な仕事であろうと。けれども、この格差が開き続けているという部分に関しては、これまで、具体的な手が打たれてこなかった、つまりは東京東部という部分に対してさらに東京都からの支援を、流し込む必要があるだろうという考えです。で、この東京東部においてはやはり一番代表的な足立区、ここに私たちの候補者を立てたいと考えるのは自然な流れかなというふうに思います。で、もちろんこの東京東部は野党側としても非常に弱い地盤ですね。はっきり言ってしまうと、その中で、私たちとしても、果敢にそこに私たちに、託していただけるように努力をしていく必要があるというふうに考えています。続きまして、質問ございましたら挙手お願いします。よろしいですか。はい、
OK、 では、はい、シールもし必要であればもしくは、ワンショット何か動画等の、あ、すいません、この後ちょっとついてこられても困ります。あとで個別に聞けるだろうってことで記者さんついてくるのなしです。すいません、この場で聞いてください。お話があるんだったらお願いします。で、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、シールと必要であれば大丈夫ですね。シール OK ですね。はい、ありがとうございます。では終わらせていただきます。すいません、ありがとうございました。